両先行型の戦い、1番門馬か2番の土田か。まずはインコース、門馬が突っ張りました。一旦2番土田は下げて5番手から、関東勢どの位置から巻き返してくるか。まず先行体制1番の門馬、後ろを警戒しながらペースを握ります。残り2周を通過、警戒しながら先行体制は1番の門馬に、マークは5番の斉藤、2番土田が2コーナー過ぎ一気に巻き返してくる。それを見て門馬がペースを上げて主導権争い、1番門馬が突っ張ります。突っ張り先行1番の門馬に、マークは5番の斉藤、北日本勢が果敢に攻めて、それを叩けるか2番の土田。両者もがき合いのまま残り1周を切りました。1番門馬が突っ張って番手5番の斉藤がしっかりサポート、関東勢は初となり3番の岡崎、続く6番の松江、逃げる門馬、番手5番の斉藤、北勢の後ろから3番岡崎、6番松江が逆転狙ってくる。逃げる1番の門馬、番手5番の斉藤追い込みやるか、直線コース、逃げる門馬、門馬が粘りを見せて伸びてくる3番の岡崎。上昇2番の佐伯、マーク5番の米田、3番の村上突っ張る動きを見せますが、佐伯が一旦最後尾まで下がります。後方まで下がって佐伯、3番の村上の突っ張り先行、南関東勢もう一度巻き返したいところも、前段3番の村上の先行体制、番手1番の清水、7番の板場、2番の佐伯が後方からジャンキーでもう一度巻き返しを狙いますが、村上がペースを握っています。先行3番の村上、2番の佐伯ホームに帰って一気に巻き返すが、米田がそのダッシュに離れてしまった。米田が離れて佐伯は短期の動き、後ろを大きくちぎります。2番手3番の村上、そして1番の清水、後続をぶっちぎりました2番の佐伯。ここは2着争いが焦点となっていきます。2番の佐伯が後ろをちぎり、佐伯は後ろを引からしての勝ち星、そして2着争い、伸びてくる1番の清水、外7番板場、4番の本間。その関東ラインが後方から上がります。鈴木の動き、2番の宇佐美が一旦下げて中段を取りに行き、抑えて関東勢先行体制です。4番鈴木が主導権、番手マーク1番の牛山、続く3番の浦川、2番の宇佐美が中段に入り、地元の福森は最後尾、後ろを警戒しながら先行体制4番の鈴木。北日本勢の巻き返しはなく、ジャンからペース上げてきます。4番鈴木の逃げ、中段から2番の宇佐美の発進、宇佐美がまくっていき、4番鈴木が突っ張って7番の波もさばく動き、持せる展開、2番の宇佐美が4番の鈴木を叩き切って、5番の坂口と抜け出して、1番の牛山早くも切り替え、さらには7番の鍋、先頭逃げるは2番の宇佐美、マークは5番の坂口、福島両者の後ろ切り替えている1番の牛山、さらには7番の鍋、直線コースに持っていき、逃げる2番の宇佐美、宇佐美が粘りを見せる、振り切って2番宇佐美、マークは5番の坂口。ここは新栄板垣相手に自力をうまく使いたい2番の甲斐、上昇甲斐が1番の板垣を抑え、外を持ち出した7番の田中、田中に3番の榎本、静岡勢がゆっくり上がり1番板垣を警戒します。前で待つ2番の甲斐、追走6番長岡の群馬勢、ここは強気の戦いもあります。甲斐前で待って番手粘るという競争は十分に考えられます。踏み込んできた板垣、その板垣の機動力に対して群馬勢インコース、競りかけられずに一旦中段に収まる2番の甲斐、すんなりと3名抜け出しました福島勢。1番板垣、マークは5番の八田、続くは4番木田と3名抜け出してペースをつかみ、2番甲斐は4番手から、7番の田中は後方からのまくり展開、2コーナーからバックに向かうところ、7番の田中が発進していく、後方からまくってくる静岡勢ですが、軽快に逃げる1番の板垣、番手絶好展開5番の八田、そして4番の木田直線コース、逃げる板垣粘りかわしたか、5番の八田1着争い。南関東が後方から抑えて6番中村先行体制、まずは北日本前に出て中段に入って3番の松根、
巻き返してきた1番の小林、赤番から踏み込んでいき先手狙うか、しかし中段の位置3番の松永平走から結局は後方まで下がりました。もう一度後ろに下げて立て直しを狙います1番小林です。6番中村の先行体制、ジャンからもう一度踏み直した1番の小林、しかし前段中村も突っ張って小林と中村での先行争い、北日本勢突っ張ります。まくれるか1番の小林、小林に追走4番春日と南関東2社が6番の中村を捉えました。3番手立て直したい6番中村、さらには2番の徳永、逃げる1番の小林、番手春日、地元春日が追い込めるか直線コース、小林粘り、番手から春日迫ってくるが振り切った体勢1番の小林です。マーク4番春日。追走4番山崎、7番菅と3名抜け出して3番窓場は下がりました。5番の石橋は切り替える動き、長井が後ろを警戒しながらここは先行体制となりそうです。残り2周を通過、窓場の巻き返しを警戒しながら1番長井、2番長田が中段切り替え、窓場は後方の位置、6番手から先行体制1番の長井、長井、山崎、そして7番菅とペースをつかみ、中段の位置には南関東の2社、そして3番窓場後方からのまくり展開、先行1番の長井、長井の逃げ、番手しっかり4番山崎、続く7番菅と関東勢回っていき、後方から京都勢がまくってくる。さあまくってきた窓場、現在3番手の外まで上がっていき、逃げる1番長井、番手4番山崎、3番手7番菅と、しっかり連携決めていき、粘る長井、番手4番山崎、さらに7番菅と直線コース、逃げる長井の番手から追い込んだ4番山崎。北日本両者が上昇し、山本を一旦抑え南関東を下がりました。今度は近畿3名外を踏み込んでいき、伊原がまずは先行体制、中段を取りに来た4番高木、南関東勢後方まで下げてどの位置から巻き返してくるか。先行体制2番の伊原、後ろを警戒している伊原がこのままペースを握ってくるか。まだ巻き返しはありません。中段で北日本、南関東はまだ後方、どうやら伊原が先行策、ラインの長さを生かして先行粘りを見せたい2番の伊原。マークは6番の北川、続く7番の武田と近畿3名先行策で4番高木が中段から、南関東は後方からのまくり展開、逃げる2番の伊原、番手6番の北川、続くは7番の武田、近畿勢警戒に飛ばし1番山本、6番手からまくってくるが、逃げる2番の伊原ペースを握っており、中段から4番高木も発進、2番の伊原、番手6番の北川直線コース、粘る伊原、伊原が粘りを見せ外から4番高木。今日は早めでも先行まであるでしょうか。北のアウトコースを上がって関東勢を抑えに来ます。マーク2番の宮越と中部勢が上がっていき、3番中島インコースすんなりと下がらず抵抗を見せましたが、まずは5番の北の先行体制、4番小崎が中段に入って下げた関東勢は後方から、5番の北の先行体制、マーク2番の宮越、中段4番小崎、1番佐々木、どのタイミングで関東勢が巻き返すのか。5番の北野が後ろの動きを警戒しながらまずは先行体制固めていきます。後ろ巻き返しはなく中部勢このまま逃げる展開、逃げる北野、マーク2番の宮越、中部勢の先行策に4番小崎、1番佐々木、関東ラインはまだ5番手以降、先行5番の北野、逃げる北野、マーク宮越、中部勢の先行に北日本勢中段から3番中島、2コーナーからようやくまくり発進、合わせて4番小崎、3番手から踏み込んでいく、外まくる3番の中島、インコース5番の北野が突っ張るが、まくり切った中島、捉えた中島、後ろをちぎります。まくりを決めた中島、内4番小崎。5番の横関を抑えてまずは6番の尾形、南関東外に持ち出して7番の島津が巻き返しを打ち、ラインを生かして先行体制に出るか7番の島津、3番佐藤、4番2頭と3名抜け出して
6番尾形が中段に入り、5番の横関は後方から。島津としては横関の巻き返しを警戒しながらマイペースに持ち込みたいところ。まだ後ろからの巻き返しはなく、島津の先行体制。中部勢は依然後方の位置。南関東マイペースの先行体制。7番の島津が逃げて番手3番の佐藤、続くは4番2頭で南関東主導権掴んでいく。6番の尾形が中段で、5番の横関後方からのまくり展開。先行逃げるは7番の島津、逃げる島津、番手佐藤、中部勢がまくってきて、それに合わせて6番の尾形も発進していく。5番の横関後方から踏み込んでくるが、警戒逃げて7番の島津、番手行かせるか3番の佐藤、直線コース、逃げる島津、外から襲いかかって5番の横関、中尾3番佐藤。後方からまずは3番の小松崎。北日本勢が上がって1番の鈴木を一旦抑えます。外に持ち出した南関東が6番の矢口が一気に踏み込んでいき、先行体制取るのは地元の矢口。矢口が主導権、小松崎を抑えられて中段に下げ、1番鈴木は後方から。先行体制6番の矢口、後ろを見ながらペースを握っていく。矢口の先行策、連日果敢に攻めて、マークは2番の萩原、続くは5番の大塚。後方からは関東勢、1番の鈴木が巻き返してくるが、現在中段のアウトコースまだかった1番の鈴木、しかし2番の萩原それを牽制し、逃げる6番の矢口、巻き返してきた1番の鈴木は現在3番手の外。もう一度踏み直すが、2番の萩原が抵抗を見せて、1番鈴木なんとかまくっていき、切り替える動きは2番の萩原、外から3番踏み込んでくるが、1番鈴木まくりを決めて、1番鈴木、そして2番の萩原。まず先手2番の増杉、誘導との車間を開けてやや牽制見せながら、5番の内山が抑えに来るところ、増杉も突っ張る構え、先行争いとなるか。抑え込んで5番の内山、2番の増杉インコース包まれてしまい、栃木勢少し連携崩れました。5番の内山先行体制、3番の内藤、そして4番の佐藤、下げた増杉は4番手。栃木勢立て直すことができるか。先行勝負は内山です。南関東勢果敢に攻めていく。番手3番内藤、そして4番佐藤で南関東主導権つかみ、2番の増杉4番手からまくりを狙うが、3番の内藤、さらには4番佐藤がそれを阻んでいく。1番の川口が最後尾から踏み込んでいき、先頭逃げるは5番の内山、内山逃げて1番川口さばきながら踏み込んで、7番の長島落車のアクシデント、1番川口が外から、内3番内藤。中段で望月が木村の動きを警戒しています。まず踏み込んだ望月先行体制、南関東が先手を取り、下げた3番の阿部中段、6番の木村は後方から。このまま望月が木村を警戒しながら先行策となりそうです。4番望月の逃げ、番手7番の鈴木、そして1番の武井、後方から6番の木村が巻き返してきた。ジャンから踏み込んできた6番の木村、木村の動きを7番の鈴木が牽制見せる。4番望月の先行、番手回って7番の鈴木、追走する1番の武井、木村は不発となって、南関東勢の動き、3番の阿部が中段を取り、先行逃げる4番の望月、番手は7番の鈴木、そして1番の武井と南関東連携しっかり決めていき、逃げる4番望月、番手から7番の鈴木、そして1番武井が追い込みをかけてくる。直線コース、7番鈴木、鈴木が抜けて追走1番武井、外3番の阿部。